タイムゴーズバイを歌ったって言ってたでしょ、うん、この間ね、うん、だからちょっと歌ってほしいんだけど。歌ってみますか、うん、高いから出るかな、弾けるかどうかわかんない。フルでいくの？1番2番までちょっと行ってみる、うん、高いからうおーおー、オッケー。
うまく終わらなきゃ終わらないで、これはこれでいいね。どうなの、これはこれでなんか、あ、そう、うん、だからそこを転調するとこから弾けないよっつってんの、もう勢いで残された傷、あーってこう盛り上がるところだから、うん、ちょっと難しい、いいんじゃない、でも高っ、よく歌ってたね、これ14歳ぐらいだっけ、オーディションでやったの、だから歌えたのかな、もう今ビッチビチやでって感じ、うん、いや素敵だって本当、あそこね弾けたらよかったけどね、最後の大サビのとこもう一回歌ってるじゃん、過ぎた日にて、せーの、過ぎた日に背を向けずに、ゆっくり時を感じて、いつかまた笑って会えるといいね、だーこーすかー、ウォー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 、やっぱいい歌だね、いい歌だよ、うん、よくこの歌歌ったね、14歳で、意味も分からずでしょ、意味全く分からない今もちょっと分かんない、そうだね、今ちょっと一回噛み締める時間くださいって感じいや今は分かるだろいや、いい歌だ、うん、曲もいいしね、歌詞もいいし、そのギターのコードはよく分かんないけど、ギターのコードだけで聴いてもいい歌、なんかこうちょっと辛いよね、泣く音がこう、そうそうそう、マイナーのね、そう、うん、私マイナーな、マイナーの音すごい好きだから、Eマイナーとかさ、そう、うん、フラット的なことでしょ、違うの、Aマイナーセブンとかさ、Bマイナーセブンとかさ、うん、好きなの、うん、分かんないけど、この辺でしょ、うん、とかさ、そう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 、最後だって Time goes by もさ、ちょっとこう暗い方に、すごいね、もうウォーウォーウォーからさ、もう辛いもんね、そうだね、私ちょっとこの悲しい歌ちょっと好きなんだよね、やっぱり、何やろ、トンボとか、ん、トンボとか、何、好きです、好きです、心から、これ何、それ10年か、10年か、トンボってどんなんだっけ、歌う、ジュルル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 、歌えない、コツコツと、歌えるじゃんちょっとさ、歌詞出して歌ってみて、いや、わかんないよ、トンボ、ちょっと長渕みたいな歌、普通に歌ってる、普通には歌えない、普通にの聴いた藤本美貴流にさ、普通にちょっと待って、もう長渕と入れないとダメなの、ともちゃんもそれでこうつこうつとって歌ってるイメージが強いから、やめろっつってこの動画が面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。